皆さんこんにちは、ペストでございます。初世録ですね。続きやっていきましょう。さあさあ、ちょっとセーブっていうかロードした後なんでね、こっからなんですけども、まあ向こうさんにこん、あ、違う、ここに剣心さんいるんだ。あ、ですよね。なのでちょっと方向をこっちへも向けとこう。これ誰？あ、つかるさんか。そうだね、前向き逆側から行けば。うまくいきゃね。まあ燃えんやろうけど、よしよし、これでまあとりあえず、城は囲める。まあ要するにね、北条さんが帰ってくるかもしれないっていうのがあったんで、雪高さんでいいか。違う、こっちね。はい、
切済3ドルぐらい持ってたっけ。ああ。そろそろ補給しとかないとね。ダメージ与えながらやるの、ダメージっていうかね、この
乱させながらやらないとダメなんでしょうけど、まあ、こんな感じでしょうかね。はい、ではターン回しましょう。減らないんでしょうね、これ中途半端にやるとね、本当に強くなっちゃうからね。ついに我々に向けてきましたね。早く本願寺さんもね倒さないといけないんですけどね。お、やった。ああ、北畠さんね。まあ来ないよね、一族なんで。よっしゃね、捕まんないでよ。よしよしよし。あ、結構いっぱい来てますね。
鈴木さん、へえ。まあまあこんな感じ、こんなところでしょうね。まあこの兵力を削ればだいぶ、そうですね、8000ぐらいになるんで、マシっちゃマシなんですよね。ではね、ちょっと本を仕入れてやる前にお時間ちょうどよくなりましたので、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。